今回はですね、いい靴ってなんだろうっていう話についてお話をさせてください。はい。で、いい靴の条件というか、まあ、いい靴の捉え方って人それぞれだと思うんですよね、その定義って。なので、今回はもう僕の持論になるんですけれども、まあ、例えばですね、ジョン・ロブの靴が好きですけど、しょうがないっていう人が、まあ、ジョン・ロブの靴はいい靴だっていう人もいれば、でそれは間違いじゃないし、例えば3000円の靴でも俺はこの靴が安くて履きやすくて好きなんだっていう人がいたら、まあ、それはそれで間違いじゃないというか、まあ、それを否定する権利って誰もないじゃないですか。はい。まあ、なのでもうつまりそういうことかなと思ってます。もうこの靴が好きって言えることが一番大事だと思ってるんですが、じゃあ何がそうさせるのかっていうと、僕は気分が上がる靴が、いい靴なんじゃないかと思ってるんですね。で、別にこれ革靴に限らず、スーツとかカバンとか、まあ、お洋服全般、あとはこう日常的に使うもの、何でもそうだと思いますけれども、使ってて気持ちがいいものとか使いやすいものとか気分が上がるものってすごく大事だと思ってるんですね。はい。で、靴に置いても一緒で、もう履いた時に気分がいいとか、やっぱ歩いてて楽しいとか、そういう靴がいい靴なんじゃないかな、もうそれでいいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、その気分が上がるためにはこういろんな要素があると思うんですね。履き心地とか、何でしょうね、オリジナリティとか、レアリティ、まあ、独自性、希少性みたいなところかな。あと、使いやすさとか、長く履ける機能性とか、あと、革の経年変化とかもあるかもしれないですね。まあ、その辺が結構、こう、ぶら下がって、いろんな要素があって、それを満たすものがいい靴、まあ、気分が上がる靴みたいな、こう、構造になっているんじゃないかなと思うわけですね。で、まあ、その下の要素をいろいろ今日はご紹介していきたくて、ちょっとお話しさせていただきたくて、まあ、そんな動画になります。はい。よければご覧になってみてください。で、まずですね、履き心地っていうところなんですけれども、履き心地ってやっぱすごく大事だなと思ってます。で、僕はそもそも靴のサイズがあまり選べない、足が小さいサイズの人間なんで、ね、あの足に合うものを選びたいと思って常々靴を見てますけれども、やっぱり今それじゃなくても足に合う靴って歩いてて気分がいいですし、ね、こう履いた時にこうホールドされる気持ちよさみたいなのがあると思ってるんですね。まあ、このフィット感の話は僕の好みの話なので、別に皆さんがそうじゃないと思いますし、緩めの靴が好きなんだっていう方はそれでいいと思うし、別にね、合ってる合ってないじゃなくて、ね、ブランドの靴が好きっていう方も言っていいと思うんですけども、僕にとっては結構履き心地大事なんですね。で、この靴なんですけど、これエドワード・グリーンのインバネスっていうモデルなんです。まあ、ただただかっこいいっていうのも好きな理由なんですが、これすごく履き心地がですね、ああこういうのあるのねっていうのを体験させてくれた靴でした。はい。で、これはですね、まあ、888っていう木型で、ガジアノガーリンのね、ガジアノさんが削った木型だというふうに言われてますけれども、まあ、そんなそのちょっとこうスクエア等になっているっていうところで、割と甲が薄くて、まあ、かかとはそんなにね、めちゃめちゃちっちゃいってこともないんですが、全然フィットするし、まあ、何よりですね、エドワードグリーンの靴ってアーチサポートとまではいかないけれども、ちょっとこう土踏まずの部分をクッと持ち上げてくれる気持ちよさが個人的にあるなと思ってたんですね。はい。で、それをこう体感させてもらった靴でした。はい。で、これは 5.5 なので、僕の足にはハーフサイズ、でかいサイズではあるんですけれども、別に緩すぎず、きつすぎずっていう感じで、すごく、心地よく履ける靴なんですね。僕はもしかしたら 5.5 の方が足にこう心地よく履けるんじゃないかとすら思わせる靴でもあります。はい。まあ、ちょっとだけ緩くなってきましたけれども、まあ、全体的に足に合ってるので、その緩さもあんまりこう気にならずですね、すごく気持ちよく履ける靴であります。はい。これはね、すごく履き心地としては気持ちいい靴ですね。はい。で、次はカルミーナのですね、パンチドキャップトゥの靴になります。これはジョレットという木型が使われているので、まあ、ちょっとつま先に丸みがあってですね、可愛らしい靴なんですが、まあ、結構細身の木型ではあるんですね。で、これもやっぱり履いた時にですね、すごく気持ちよく履けたなっていう印象が強く残っています。で、他の靴でもこれに近い履き心地のフィット感の高い靴っていっぱいあるんですが、まあ、結構初期に出会ったってこともあってですね、この靴は非常にこう履き心地は個人的には気に入っているもので、靴でありますというところですね。はい。で、まあ、デザインはね、すごくシンプルだし、まあ、革もね、よくある色の革ではありますけれども、まあ、僕の好きなパンチドキャップトっていうデザインで、ちょっとね、こういうハトメの部分にここだけ金具がついてて遊びがあるっていうところも好きですし、まあ、履き心地がとにかく僕の足に合っていたという話ですね。はい。で、カルミナって結構ね、かかとちっちゃいものが多いので、ドレスシューズでもあるし、
ちょっとこうね、カジュアルな靴とかも展開いろいろあるので、まあ、すごく良心的なブランドだなというふうに思いますね。7万円台で買える靴がほとんどなので、まあ、そんな風に思ってます。はい、これも非常に履き心地としては、気に入っている靴になりますね。はい、で次はですね、やっぱりそのオリジナリティとかレアリティみたいな、ね、独自性、希少性みたいなところですかね。やっぱりあのひねくれものなので、自分だけの靴が欲しいとか、あんまりこう人が持ってない靴が欲しいとかねっていうところにこう魅力を感じるわけですね。あの男の子ってね、収集欲求がある方多いと思います。ご理解いただける方多いと思いますけれども、例えばあのポケモンカードとか、わかんない、遊戯王カードとかかな、わかんないけど、あのキラカードみたいなのとかあったりするじゃないですか。レア度とかレアリティみたいなのとかあったりするじゃないですか。そういう希少性の高いものってやっぱり一般的には価値があるものだし、まあそういった部分ってやっぱ革靴にも共通するところがあるんじゃないかなと思うわけですね。それでご紹介したいのがこちらの靴なんですけれども、これあのクレマチス銀座っていう銀座のお店で、セミビスポークをして作っていただいた靴なんですが、まあね、セミビスポークなんで同じものはそうそうないでしょうと。なので、あの独自性とか希少性っていうところはすごく高い靴かなと思いますね。で、まあセミビスポークなんで木型も僕の足にね、対して削ってもらったものだし、仮縫いも2回してますし、まあ足に合ってないわけないんですよ。はい、すごくね、これも履き心地がいいっていうところもありますけれども、やっぱりこの大胆なムラの感じとか、ね、この木型の美しさとかもそうだし、まあ、やっぱりこう人と被らないっていうところが一つすごく大きな魅力かなと思って気に入ってる靴ではあります。で結構この靴、あの柔らかく作られてるんですね。あんまりこう、ガチッと、硬く作られてるってものじゃないので、結構馴染んできてかなり柔らかくなって、こういうシューツリーのテンションによって、まあ、こういうところにちょっとシワができちゃったりしてますけれども、まあ、そこはちょっとね、悔しいところではあるんですが、まあ、すごく気に入ってる靴ではありますね。はい、これも大事に履いていきたいなと思ってます。まあ、高かったしね、とにかくね。はい。って思ってます。はい。で、次これですね。これもジョーワークスって浅草の、お店で作っていただいた靴ですが、まあ、やっぱり、希少性っていうところで言うと、革の種類っていうのは結構話題に上ってくるかなと思いますよね。例えばロシアンカーフっていうね、革がよくありますけれども、よくあるっていうか、そのよく名前聞きますけれども、あれはもうね、基本的に作られてない革だし、今あるものしかないわけじゃないですか。はい、なのでそういった希少性の高い革っていうのは非常にこう、やっぱ我々男の子は魅力的に感じるわけですね。で、まあ、クロコダイルっていう革もやっぱ希少であることによってあれだけ値段が上がってるわけですし、これもやっぱ象の革なので、アップチャージがかかるわけですよね。で、あとコードバンとかもね、アップチャージかかるものがほとんどですけれども、やっぱこの象で、この結構全面に贅沢に使ってる感じっていうのも、なかなかこう人と被らないんじゃないかなと思ってる。だから、独自性、希少性は非常に高い靴かなと思いますね。まあ、あとこのローファーでフルサドルにするっていうね、選択は、なかなか個人的には面白かったなと思って、まあ、かぶんないんじゃないかなと思ってますけど、まあ、この色味とかもですね。はい、これも結構、なんでしょう、気に入って履かせていただいてる。もう夏もね、今年だいぶ履きましたけれども、まあ、かなりこう柔らかくなってですね、もっちりしたこの象の革の感じが楽しめる靴でもあります。はい。で、これもありますね。これはね、オリエンタルのベルジアンシューズなんですけれども、履き心地っていう意味では、すごく足をホールドしてくれるっていう感じではないんですけれども、これベルジアンシューズなので、裏地がないんですよね。はい。なんで、すごく柔らかいんですよ。で、そこもこれセメンテッド製法なのかな。もうめちゃめちゃ軽くて柔らかいっていう靴なんですね。なので、まあ、ちょっとその辺行くときとか、本当に、スーパー行くときとかっていうのは、本当に楽に履けるんですよ。っていう、こう、履きやすさっていう意味、履き心地とは違う、こう、履きやすさっていうところもですね、一つ魅力的かなと思った靴でした。はい。これは本当に買ってよかったですね。一個ね、こういうちょっと楽チンシューズあると、本当に便利ですよ。で、ダークブラウンだからそんなにね、別に上の色も選ばないし、ね、結構何でも合わせやすいっていう、まあ、ジーパンで履いちゃうことがほとんどなんですけれども、はい。ちょっとなんかね、スラックスみたいなの履いてもいいし、まあ、短パンでもいいかもしれないし、っていうふうに思ってるんですね、僕は。これはもうすごいおすすめです、ベルジアンシューズ。はあ、まあベルジアンシューズじゃなくても、こうアンラインドのこういうカジュアルローファーみたいなスリッポンみたいなやつ1個ね、本当におすすめです。まあ夏終わっちゃうんで、あんまり履く機会これからは少なくなりますけれども、はい、そんな靴ですね。はい、次はですね、使いやすさっていうところですね。使いやすさって、まずお洋服との組み合わせもやっぱり考えないといけない時ってあるじゃないですか。例えば TPO もそうだし、
ね、冠婚葬祭で履く靴、そうでない靴みたいな、カジュアルな靴はこういう靴みたいな、いろんなやっぱ決まりがあって、僕はそれに対して結構窮屈だなって感じてるタイプの人間なんですね、はい、でもやっぱりそれを知ってるからこそ、こう履き靴しがかっこよくなったりとか、まあ、これはね、ある靴のメーカーの方がおっしゃってたんですけれども、まあ、知ってるからこそこううまく崩せるみたいなね、そういうことがあったりするわけですよね、はい、なのでやっぱりそういう一般的にこういう時はこういう靴を履くみたいなのって知ってて損はないかなと思うんです。これはもう何事においてもそうかなと思いますけれども、はい、まあ、あとはですね、靴の色、まあ、例えばお洋服に合わせるにはこういう色がやっぱ使いやすいよねとかっていう話もあるし、まあ、その辺がこう使いやすさっていうところにつながってくるかなと思いますよね。で、以前も他の動画でちょっとお話したんですが、黒の靴ってやっぱり使いやすいなと思ってるんですよ。結構ね、僕ダークブラウンの靴も使いやすいなと思ってるんですけど、上のお洋服を選ばないし、でやっぱ黒に勝る色はないなと思ってるんですね、革靴においては。はい、なので黒の靴ってやっぱね、いろんな形であるとすごい便利だなと思ってるんですね。で、まずこれですね、僕ローファーって夏に結構履く場合が多いんですね。で、短パンでも履きたいから、あんまりこう足の肌色と靴の色のコントラストがこうバキッと出すぎないように、茶色のものとか色の明るいものとかを結構揃えてたんですけれども、やっぱり黒は黒でね、便利なんですよ。こればっかりは本当に便利なんですよ。で、例えばね、グレーの長ズボンとか、まあ、紺の長ズボンとか、別に夏に履くことってあるじゃないですか。で、そういった色でもやっぱ黒だとドンと足元引き締まるんで、やっぱね、黒のローファーってもっとあってもいいなって思ったんです。で、これが例えばスウェードだったりとか、他の色でも全然いいと思いますけれども、まあ、こういうちょっとね、タッセルローファーで、まあ、コインローファーでも別にいいんですけれども、僕タッセルローファーが好きなので、まあ、そういったものでやっぱこう黒でしっかりバシッと履けるっていうのは、あまりこうお洋服との組み合わせ考えなくていいので、すごく便利だなと思った2021年の夏でしたね、はい、これは非常に重宝しました、今年の夏、はい、すごく良かったですね。で、まあ、これシュリンクレザーなんで、あんまりこうシワの話とかね、すごく気にしなくていいんですよ。で、まあ、デリケートクリームしか塗ってないですけど、この靴は基本的には本当はもっと鏡磨きとかしたら綺麗になるんでしょうけれども、これはもう本当に簡単なお手入れで済ませちゃってる、申し訳ないぐらいの靴ですけれども、非常に重宝しました。はい、次はこのあたりですね。これはどちらもクロケット&ジョーンズのローファーになりますけれども、コインローファーと、タッセルローファーになりますと。はい、で、この辺はですね、やっぱり合わせやすいっていう意味では、こういうオーソドックスなコインローファーって間違いないなと思うわけですね。こういう茶色だったりすると別にね、ジーパンで履いても全然いいわけですから、そういう靴がやっぱり1足、2足、3足、4足あるとね、すごく便利だなという感じです。で、まあ、とにかく、このね、紐靴じゃない履きやすさっていうのもあるし、ちょっとこう、気分によってね、コインローファーだったり、タッセルローファーだったりっていう履き分けもできますし、まあ、合わせやすさっていう意味では、その、合わせることをそんなに考えなくていい靴って言った方がいいかもしれないですね。はい。まあ、夏に僕、ローファー履くんですけれども、あんまりこうお洋服で悩みたくないじゃないですか。ね、涼しげな格好で T シャツでジーパンとかっていうので出かけたい時とかも全然あるので、まあ、そういう時に悩まず履けるっていうのがやっぱりもう本当に究極的に合わせやすい靴かなというふうに思うわけですね。はい、使いやすさっていうところではもうすごく便利な靴ですね。で、あとは耐久性の話なんですけれども、やっぱりさっきみたいなアンラインドのベルジャンシューズみたいなものってすごく耐久性的には高いものではないと思うんですね、残念ながら。はい、だけどやっぱりグッドイヤーベルテッド製法の靴とか、しっかりこう堅牢に作られているものっていうのは、ね、20年とか履けるって言いますし、僕は毎日毎日外に出て歩くわけじゃないので、1日に履く靴の時間も限られてますし、やっぱりね、これだけ足数あると、まあ、多分20年は余裕で持つんだろうなって思ってますけれども、長く履けるかどうかっていうところも非常に大事かなと思います。まあ、ただ長く履けるイコール気分が上がるっていうところには直接的にはすごく結びつくものではないかなと思ってるので、この話はちょっとあんまり深掘りはしないですけれども、逆にですね、こういうマッケイの靴っていうのもいいなと思ってるんです。まあ、もちろんこれはグッドイヤベルテッド製法に比べたら耐久性は低いものになりますけれども、まあ、例えばそこ削れてきたら、ね、ハーフラバー貼って補強するとかってこともできますし、一応マッケイでも透視はつくし、ね、修理できない靴じゃないですね。マッケイだからといって修理ができないことはないんですけれども、
まあ、長く履けないことはない、足数があればっていうふうに思ってます。だからこういうマッケの靴がもっともっと増えてもいいのになっていうふうに個人的には思ってます。はい、まあ、とにかく楽ちんだったっていうところですね。まあ、マッケだし、価格もね、比較的こう良心的な価格ですからね。これ3万円台で買えるローファーですからね、丸みがあって可愛らしいですよね。まあ、こんな靴もありますという感じですね。はい、そんな感じですね。だから僕が持ってる靴って別にテンションが下がる靴っていうのはほとんどないし、まあそういったものは手放してるんで、ね、基本的にテンション上がるものばかりなんですけれども、まあ、中でも、こういう理由でテンションが上がりますっていうものをですね、ちょっと優先的にご紹介させていただきました。はい。なのでまあ別にこれは僕の考える話なので、別にね、何でもないんですけれども、ぜひですね、そういうテンションの上がる靴を見つけていただけたらなと思って、なんか、やっぱり、その、日本人の方ってどうしてもこう、ね、これが売れてるからこれを買おうみたいなって、なりやすい人種じゃないですか。別にそれは全く悪いことじゃないと思うんですけれども、まあ、その、おのおの感性があって、それに基づいて靴を選ぶっていう、まあ、その気分が上がる靴を選ぶっていうのってすごく大事だと思うので、ね、こう人生が豊かになる気がしません。はい。なので、まあ、そういった選び方もあるんじゃないでしょうかっていうご提案も兼ねてですね、ちょっと僕の思うところをお話しさせていただきましたという感じでございました。はい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったら他の動画もご覧になってみてください。ありがとうございました。